皆さんこんにちは。今日のテーマは呼吸について。呼吸ね、これ10年20年ピアノ弾いてても呼吸ってね、忘れちゃうこと結構あるんですよ。今日は絶対に忘れたくない出だしの呼吸について見ていきたいと思います。さて、今日使いたいのはベートーベンのソナタ悲愴8番ですね。超有名、有名中の有名、悲愴ソナタ。まず最初の1楽章、これ速度記号はグラーヴェと書いてあります。グラーヴェっていうのはイタリア語で重いって意味ですね。ゆっくりじゃないですよ。ゆっくりだけじゃないんです。例えばこの重いでも、深刻な事件が起きた時、深刻なニュース、深刻な病気、そういう時にグラーヴェっていうふうに言います。なのでこのグラーヴェ、ずしーんとくるようなイメージですね。なので呼吸も、ああ来たかっていう、その絶望的な重い感じの呼吸ですね。ずっしりくる呼吸いきます。ゆっくり呼吸を吸って、っていうため息ですね。これ使いましょう。そうするとグラーヴェのイメージが音に出ます。呼吸をして、っていうふうに、2回目の呼吸は、えっていうサプライズ、驚きの呼吸ですね。まさか、よもやっていう、そういうサプライズの呼吸です。1回目の呼吸がこうどっしりずっしり重くきた分、2回目の呼吸が素早くくると刺さりますよね。この痛み、呼吸で表しましょう。ガラリと変わって2楽章を見ていきましょう。速度記号はアダージョ。アダージョっていうのはゆっくりだけじゃないですよ。イタリア語の語源アドアージョから来てます。アダージョっていうのは自分が一番心地いいっていう風に解釈もあります。例えばお客さんが家に来た時とか、リラックスしてほしい時にはアトアージョって言ったりします。これがアージョ、アダージョのアージョです。アドアージョから来てます。リラックスしてる時ってのんびりしますよね、ゆったりしますよね。それが速度になったってイメージです。アダージョ、カンタービレは歌うように、これも呼吸で歌いましょうね。二楽章はゆっくりと呼吸して、吐く瞬間に音を奏でます。呼吸がね、邪魔になって聞こえなかったかもしれないんですが、上のラインがちゃんと浮き出るように弾きましょう。それが歌です。呼吸に乗って歌が流れるように。さて三楽章、三楽章もガラリと呼吸が変わってきます。アレグロ、アレグロは早いですね。まあ、アレグロっていう言葉もイタリア語では明るいとかいう言葉もあるんですけど、この場合は明るいっていうのも、まあ、速度の速さで使われていると思ってください。さて出だし、アウフタクトです。アウフタクトっていうのは一拍目から始まらないことですね。その前の小節の、弱拍から始まることが多いです。なのでこれもミのフラットに向かっていきたい。この音の最初の音の一歩手前の8分9分を呼吸と思って弾いてみましょう。1 っていう風にタタタタンと入れるとスッと入れます。これもね、呼吸しないとどこが吐くなのか分かんなくなってしまうので、必ず始める前にイメトレ、イメージトレーニングして、1、2、タタタタンって入りたいと思ってから、イメージしてから1、2っていう風に入りましょう。ここで絶対に1拍目のこのミと左手のどの出だしが絶対にずれない。ずれるとね、テンポ全部見事にずれますからね。1
とテンポを意識して進めていきましょう。なかなかためになったな、使ってみようかなと思ったら、ぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録まだの方、こちらから登録よろしくお願いします。また、インスタグラムの方にも短い動画レッスンや演奏載っけてます。はるな.pianist、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。ではまた来週の火曜日に。チャオ。